はい、どうも皆さんこんばんは、サイテマンです。スーパーマリオカート8デラックスやっていきたいと思います。僕がね、このスーパーマリオカート8デラックスをやるとき、どういうときかお分かりですかね。動画のネタに困ったとき、いや違う、世界最速の男になりたいなと思ったときですね、やっていきたいと思います。今回はドンキーコングを使います。ちなみにドンキーコングっていうのはビッグブルでいきます。ドンキーコングっていうのはドンキーコングジュニアとドンキーコングの2種類がいるんですね。ちなみにドンキーコングジュニアっていうのはスーパーマリオカート、マリオカート1に出てたのがドンキーコングジュニアなんですよ。で、通常のドンキーコングっていうのが親父の方で、だから1に出てたドンキーコングジュニアとこの8に出てるドンキーコングっていうのは別なんですね。さあ、ちょっとしたうんちくを語ったところでいきたいと思います。さあ、今回は世界戦ですね。ビッグブルーとチーズ砂漠だっけ、チーズ砂漠が多いのか。まあここはビッグブルーになるでしょう。持ってる男最低マン、ビッグブルーを引き当てます。ここは持っている男が引き当てるステージ。チーズランド行きたいと思います。台湾くん日本ですね。台湾くん日本、ツーベン、オールドマン、フェリックス、ブブス、パッパク、読めない。いきたいと思います。さあ、この世界戦の中で、俺がどこまでの立ち回りを見せることができるのか。ちなみに、ドンキーを使うのは久しぶりなんですけれども、カスタマイズが合っているのかどうかっていうのはもう適当です。基本的になんか、テンプレカスタマイズっていうのが俺あんま好きじゃないんですよ。カスタマイズっていうのは自分で見つけるもんだと僕は思ってますんでね。ネットでこのカスタマイズ早いっていうのを調べてなんかやるみたいなのが俺はあんまり好みじゃなくて、カスタマイズっていうのは自分でこう見つけていくもんだと思ってますんでね。うん、なんだくしゃ、あ、びっくりした。今なんかクッパのタコの中にワンワン出てきたぞ。暗いな。緑コーラを当てるのは日本で600万、もういいや。ちょっと何に落ちてるのかちょっとさっぱり分かんなくなかったんですけど、行きたいと思います。1位ですよ、僕はなんだかんだ言って。これね、走りながらね、何か言おうと思ったんですけど、今ちょっと全く脳が働かなかったな。今だが1位、結果的に1位。喋りはグダグダだったが、結果、もう赤コーラやめて、もう赤コーラをぶつけるのはやめましょうって教わっただろうが、私保健の先生に教わっただろうが。もういや、なんで今当たった？俺これバナナ持ってるよね。これもう結局こうなるわ。俺これバナナ持ってんのにさ、ぶつけられるってわけわかんないわ。もう、なんなんだこいつら。やめろ。もう俺のなんか赤コーラなくなってるし、もう赤コーラ飛んできてるよ。もう勘弁してくれ。俺がなんかさ、いじめられんのがなんか好きみたいに思ってない？なんか出川哲朗だと思ってない？俺のこと、日本人だから。カノエコだと思ってないか？俺のことが違うからね。日本人だから。本名は俺名字甘いって言いますよ。どうでもいいこと言っていく。どうでもいいこと言っていく。ちょっと今のカットしようかな。さあ、もうめんどくさいわ。もうカットももういいわ。とりあえず走り込んで、ウルトラキノコで、ここ俺の道だ。ここがほらあんなぶつけられたらさ、8位になるぜ。俺頭ぶつけてんじゃん、ドンキーもこれバイクに。俺頭ぶつけてんじゃん。これかわいそすぎるだろ、これ。ドンキーの顔かわいそすぎるわ。ひど。今のひどすぎるでしょ。なんか散々ぶつけられてさ、気持ちよく走ってきた。エレクトリックドリーム。エレクトリックドリームはね、僕にとって、思い出の地。昔さ、生放送、初めて俺がマリオカート8デラックスやった時に、初めてマリオカート8デラックスが僕 YouTube での生放送初めてなんですよ。エレクトリックドリームは得意ですって言って、で結構いい順位につけたっていう俺思い出の場所なんですよ、エレクトリックドリーム。俺の思い出の地。
今こそ帰る時が来たか。行きましょう。行けたね、行けたね。あれ俺行けない流れたんですけど、よし行けるぜ。俺持ってるから、持ってる男最低マンですから、行けますよ。それそりゃそうですよ。エレクトリックドリームですね。行きましょう。特に思い出なんてないんですけど、行きましょう。さあ前にリンクがいるな。ハイダルの勇者リンク、100年前に死んだとされるリンクが蘇ってきたということか。いい勝負をしよう、リンク。ダメだ、くっそー、アイテム取られていくが、リンクには負けられない。任天堂の真の名物キャラクターはリンクなのか、それともドンキーなのか。今こそ雌雄を決する時だ。リンク、コインを取るな。お前はお前の通貨ルピーだろうが。リンクの通貨ルピーだろうが、なんでコイン取ってんの。いらないでしょう、使えないぜ、コイン取ってもさ。よし、初めてアイテムを取っていくが、エレクトリックドリームはさすがに俺は得意なステージと呼んでるだけあって、わりかしいいあれを取っていきます。あ、今これショートカットあったな、ここ。ミスったな。まあまあいいや、まあいいや。今あのテレサかわいそうだったんでぶつかってあげました。キノコ持ってるんでね、俺多分加速かかったんじゃないかな。こぶ、もうやめて、やめて、悪いし、やめてくれ。本当に悪いわ、あいつ。もうびっくりしたわ。イギリスか。このキノコなんですけれども、ここちょっと一発撃っとくか。もう一発撃っとダブルアイテムと交換していきます。で、ダブルアイテムと交換したことにより、ここでダブルアイテムさらに引いていく。で、キノコと赤コーラか。もうやめてくれー、やめてくれー、もうあいつ許すまじ。ちょっとぶつけましょう、赤コーラ。ボンヘイか。こんなものはいらない。ボンバーマンじゃないんだ、このゲームは。マリオカートなんだよ。よし。もう、きつ。さっきの爆弾がきつかったな。エレクトリックドリームは特にミスなくいっているんだが、なぜこんな5位なんだ ?1 位で独走しなくてはならないんだが、このコースは。得意なんですけどね、俺、本当に。マジな話。お、行った。トゲコーラ行ったよ。あのトゲコーラに乗せてもらって、1位まで運んでくれないかな、俺を。よし。ちょっと若干早かった。もう、爆弾ボンバーマンじゃないぜ、これ。なあ、やめようぜ。もう、やっべえよ。助けてくれよ。DD コング助けてくれ。これあるぜ。まだ終わってない。俺の勝利への道はここにないか。8位。俺がエレクトリックドリームで8位。もうドンキーかわいそうだって。ドンキーかわいそうだって。リンクになんか勝ってるけどさ。あと大体さ、ドンキーがさ、バナナの皮でこけんの意味わかんないんだよ。ずっと思ってたんですけど。お任せだ。ドンキーがバナナの皮でこけるの俺意味わかんないですよ。わかりますか?えなりかずき演技下手ぐらいわかんないでしょ。昔からやってんのに演技下手みたいぐらいわかんないでしょ。うん。普通のなんかスケートリンクで浅田真央ちゃんがこけちゃうぐらいわけわかんないわ。主食にしてる食べ物の皮でドンキーこけちゃうっていう。さあ、行こう。パコイチくんってのが来てんのか。ザ・ HTB。プープ・ヘッド。ソウルだ。ちょっとわかんないな。意味がわかんないから。今回ちょっと名前いじりできない。さあ行きましょう。マリオサーキットか。即にショートカットあるにはあるんですけど、そんなでかいショートカットがないので、確実なインドリから、うまいやつが勝つと。そして下手なやつが負けると。アイテム取れないでいく。リンク、アイテム取らないでくれ。1位だよ、僕。アイテム取れないけども、1位を取っていく。ここはね、本当にうまいやつが勝つコース。アイテムとかそういうのがなければ、もう純粋の走りでも勝ってみせると。今危なかったね、緑コーラ。なんかあれだ、なんだっけ、ルドウィックだっけ、後ろ。ルドウィックだっけ。ちょっとやめて、赤コーラ。ルドウィックやめて。
ドンキーとルドウィックだったらもうあれが違いすぎるから、その知名度が、うん、ダウンタウンと狩野英孝ぐらい違うから、もうちょっと下がってよか、ルドウィック、君の出番はないぜ。ルドウィックでいいんだっけ、あれロイだっけ、ロイじゃないわ、ロイはあのピンクのやつか。これアイテム取ってきます。でこれ防御アイテムが来てくれると思いますので、メガホン来た、わかんない、わかんないよ、もうパコイチくん協力しようぜ、日本人同士さ、日本人同士協力しようぜ。これ多分トゲコーラ行きます。メガホンなんていらないんで、まあ、パクらしてあげましょう。あのパコイチくんに最後追い抜いて勝ちます。日本人のワンツーフィニッシュ、行った、トゲコーラ行った、ナイスすぎるタイミング、あざっす。そして最後に勝つのはこの僕だ、勝てる、いけるぜ。いやこれは五分、これは関係ない、イカズチは関係ないんで、うん、全員平等ダメージなんでね。待って後ろスター来てる、これはやべえ、スターはやべえぞ、頼む、当たんないよ、俺は当たらない、本当に速いやつが勝つコース、それがマリオサーキットなのさ。日本人ワンツースリーフィニッシュ、ありがとうございました。また次回お会いしましょう。サイテーマンでした。